おはこんばんちは。ちゃんまつ .com です。レイアウトに、待避線を作り、後ろの電車が、前の電車を、追い抜くというのを、プラレールで再現したいと思います。今回は、自動乗り換え駅と、自動ポイントレール、2個を、使用したいと、思います。このような、駅の形になります。自動乗り換え駅を、両方とも、自動、に、セットします。では、実際に走らせてみましょう。では、3編成にして、走らせて、みましょう。